ちょっと普通に陶熱球で燃やし切るお球と、それから地熱球みたいに8秒ぐらいで消してしまうやつと、あるんですけれども、竹筒の場合はその中間型みたいな感じなんですよ。で、直に焼くんだけれども圧迫してその竹の中で消しますね。空気を遮断するわけですけれども、竹の中に空気がある限りは竹の中でくすぐってるんです。だから熱感というのはじわーってくるんですよ。それで八分鏡みたいなやつでつまむと熱感はパッて消えるんですよ。でピリッとくる。それでもそういうのを僕らもよくやるんですけれども、竹を使うとその中間型になって熱いのとその、こう地熱球みたいなのちょうど中間型ぐらいの効果が出る。でそれでこうなんていうかな、電気だとパッと消えるのとスーッとこう消えるのとありますね。舞台なんかだとスーッと電気消えますね。それで竹で押すとやっぱり空気が多少残ってるもんですからスーッと消えるんですね。そこがちょっと違う、パッとは消える。でどっちが好きかって、それは患者さんと先生の、好みにもよるんですけれども、それともう一つは竹でやるとこう圧迫でリズムが出るということで、治療のこうなんていうか、例えば針もこう断入するときにリズムよく叩くと断入が気持ちいいわけですよね。それから捻針もこうリズムよく捻針してこうやると気持ちいいと。だからリズムっていうのは非常に大切な要素だと思うんですけれども、治療でリズムを出せばこう交感神経と副交感神経をうまくバランスできるというような感じを持ってます。それで今さっきのセッションでやったのをもう一回ちょっと復習してみますんで、ひねるところからいきますね。これ、だいたいこれくらいの小さいやつで、まあ、こういうふうにひねる人はあんまりいないんで、横にこうあんまり音を立てないぐらいでひねりますね。うまくなると早くこうひねると、そうするとこういうのができる。これすごく柔らかいです。それでこんなんですね。それでまあこれくらいだと米流台ぐらいになるのかな。もうちょっと細くしようと思うともうちょっとこうひねる。そうするとこれくらいになります。これだと半ビル台ぐらいで使える。それでこれを僕はどういうふうにやる持つかっていうと、ここに乗せてしまいます。こうやって乗せちゃうと大概こうポポポ乗るんですけど、これ引っ張ります。そうすると一層分取れます。それで自分で練習するときはこのクリームをこうやって、つけますね。それでこれもこうやってちぎって置くだけです。一回ひねると一個取れます。こんな感じ。で一回ひねると一個取れます。だからほとんどこう指動かして一回ひねるだけ。でこういうふうにやると早くできる。それを今度はこいつを持ちながらやる。こういうふうに一回ひねると一個取れます。でちぎって立てるだけと。一回ひねっていくと、これだとスピードがどんどん上がりますからリズムが出てきます。それで一つはこれ持ってるんですね。でこれは長い方と短い方があります。で長い方はこっち側ですね、短い方はこっち側で、空気の量が違うんです。ということはこちらの空気の多い方がやや多少 長い時間もいます。で消えるにちょっと時間かかります。こっちは空気が少ないからシュッて消えます。ただつまむとパチッと消えます。そこの違いが出ます。だから最初の皮切りの方が短いやつでシュッと消しといて、2層3層目になってくると反対にして
ヒューって消えるという、そうするとズシンって入ってきます。そういう感じでこっち使い分けてます。または射砲でやる場合は長い方の空気の多い方でやります。かもう全然、照射呼吸で燃やし切るというふうに持ってきますけど、照射呼吸をやる場合でも竹筒の短い方を先にやって長い方をやって3層目から照射呼吸をやるとうんと楽です。熱くないです。慣れていくんです、だん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 。で今それでやってみます。まずこういうのをたくさん作っといたらいいですね。こうやってね、これくらいのやつをね、うまくなるとこれ2ついっぺんに作れたりします。こうやって2ついっぺんに作っちゃうこともできます。それでもっとこうでっかいの作れば10個ぐらいいっぺんに作れます。これ2ついっぺんに、じゃあちょっとやってみますね。春香のクリームはたっぷり塗らないように、たっぷり塗るとものすごく熱をカットしますから熱が下に行きません。なるべく薄く塗る方がいいです。これでもう全然熱感が下がります。まあ一つ目はこうやってもう置くだけにしときますね。でだほとんどひれらない、ただちぎるだけっていうことです。で基本的にはこの持ち方が原型ですから、まあ、こう持つんですけどね、これでも今はこれでもいいです。まあこういう持ち方で、これはこうですね、かぶせる、これで押さえてる間に次のをつけてこう押さえる。これだと次々にいけるわけですね。こういう感じ。それでまあ、これが一番優しい練習の方法ですが、ここにこう置いてこれ引っ張っていくわけです。それで今度は持ちながらやってみますね。こうですね。で次のを立ててつける。こっちまだ押さえてます、ね、で次のを立てて、これだと押さえて移動する、押さえて移動する。ここのところはちょっと難しいですね。ちょっと手がこうクロスしちゃう、手がこうなるから難しいけど、これだとどん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 こうスピードアップしていくとどんどんいけます。早いです。で押さえるこうつまむ必要がないから、こっちを押さえておく間にこっちをいけると。で僕は今これをスイッチしてますね。こうやったりこうやったりしてる、これね、こうやって、これ指変えてるだけです。こうやるとこれだとつけにくいから、こうやるとつけやすい。またこれ、これ指変えるだけで早いです。これ何もでもいきます。結構リズムが出てくると調子よくなってくるとどんどん据えられますね。これで今5層ずつぐらい終わってるわけです。こんな感じです、はい。で、まあ、結構スピードが出ますね。普通の照射呼吸よりはちょっと弱いと思います。だから弱いとどうするかっていうと、照射呼吸で3層だったら5層やればいいです。ということで同じ効果が出てきます。それで一番いいのはこれで日焼け程度で、ここを見てもらえば分かりますけれども、ほとんど火傷ができない。5層やっても火傷できません。日焼け程度で明日見るとちょっと黄色くなってます。それで反応出ます。だけど毎日同じ場所にこれやるとやっぱり焦げてきます。でかさぶたになります。でかさぶたになる人は治りがいい人ですよね。かさぶたのできない人は
治りが悪い。でかさぶたっていうのはコラーゲンなんだね。コラーゲンがかさぶたの原料になってますから、コラーゲンをたくさん作ってかさぶたつけできる人は治りがいいんです。で糖尿病の人なんかにでっかい球をやっちゃうとなかなか治らないんですね。ぐちゅぐちゅになっちゃって、これコラーゲンができないんですね。で糖尿病っていうのはそういう病気なんですね。コラーゲンができないってなかなか、だから病気の元を作っちゃうわけですね。今度は背中でちょっとやってみます。背中いいですか。あの胃のむつきゅうっていうのがあるんですね。昔から胃腸病っていうかね、胃腸病に使うツボですけど、かくゆとかくゆ肝の比喩ですね。この6ポイント、これ胃のむつきゅうって昔から有名な、もう胃腸病だとだいたいこれの変動ですね。かく肝比というのでむつきゅう、それで胃酸過多の場合だとかくゆがちょっと上がることがありますね。かくゆだから心湯あたりに上がってくるかもしれない。心湯、かくゆ、比喩、あ、肝湯ぐらいね、こう 6ポイントが上の方にずれてきます。これ胃酸過多の特徴です。上がってくるんですね、酸が。それで胃潰瘍とか、何ですか、そういう潰瘍、それから胃炎とか、大腸炎ね、それはこの6ポイントが下にずれます。だから6ポイント取れば大体基本的な胃のむつきゅうなんですけれども、病気の状態によって胃酸の方は上がってくると。それから炎症がある場合はちょっと下目に出てくると、範囲がこう下にずれてくる。でそういうふうに、まあなんですが、実際はもう手で、スキャンして取ってますけれども、だからそんなにこだわることはないんですけども、指導先生なんか見てるとこうやってもう適当に取っちゃうんですね。で適当に取っちゃうけど、あれ適当じゃないんですよね。ちゃんとここにセンサーがついててちゃんとスキャンしてあるんですよね。で自分の手っていうのはスキャナーだと思ってください。それ で僕のスキャナーはちょっと性能が悪いから ゆっくりこうスキャンしますけれども、先生のはもう性能がいいからパッパッパッパスキャンしちゃう。まあ一応この肩甲骨の下場ですよね。肩甲骨の下場がこれ大体角湯の線ですね。この人だとここかな、これ角湯の線だから、まあ便宜上ここに角湯取ります、ね、それで便宜上もうこれ関与にしときますね。で比喩とこれ6ポイントですね。まあさっき言ったのは左右左右左右で、左から始めて上から下に行けっていうことですよね。そういう順番で行くんですけれども、昔の人は筋換えのお灸っていうのをやるんです。で筋換えっていうのはどういうのかっていうと、家を建てるときに斜めに入ってるやつ、あれ筋換えっていうんです。要するに耐震構造みたいなこう斜めに入れてある材木を筋換えっていうんだけど、そうするとこの場合の筋換えっていうのはこういうふうに、これが筋換えになる。要するにこう斜め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 。でなんでこんなことをやるんだろうって考えたんですよ。で昔の人はこうやって2列に取るときは斜めに取ってるんですよね。これ筋換えの灸っていう。でこれとこう同じこういうふうに取っていくのと、こういうふうに斜めにこういうふうに取っていくのとどこが違うんだろうって。やっぱりこう斜めにこういうふうに行く方がバイブレーションがかかるっていうことですよ。体にこううまい刺激がこう行くっていうことを知ってるんですね。だからこう斜めに。でちょっと今斜めの動きをやってみますけれども、そうすると僕がどういうふうに指と手と、竹筒とモグサを使ってるか、それが見えると思うんで。で左から右行きますね。この場合はもう極めて平面だからストレートにこれで行きます。これのオプションでこう持ってもらってもいいです。こういうふうに
まあ、どちらでもいいんです。こう持つとこう横にやるとき楽なんですね。でこうだとちょっと横がちょっとしんどいんで、手がこうなる。でこれは平面だからこういうふうに持って、でちょっと見てください。これまで一つ立てますよね。でこれを途中で押さえますね。で押さえた時にもうちょっと工夫するとここで20度ひねるんです。20度ひねる、ちょっとひねる。そうするともうちょっとあの楽になる。熱感が殺せます。それで今度はこっちから始める。ここで20度ひねる。でこれ移動しますね。で移動して押さえてる間に次のに行きます。だからこれしょっちゅうこう変えてるんですね。暑いですか？ちょっと暑い。足よりは暑い。足よりは暑いですか。で、あのここでもう一つ発石がこう出てきましたけど、これゆっくりやってますけど、本当はもっとこの倍早いですけど、こういうふうに。だから今ちょっとこれの倍早いのでやってみますね。これ今かなりゆっくりやってます。ちょっとずつちょっとずつ早くなります。大体もうちょっと早いんですけど、普通やるときは。で、燃えてる途中で、もう、おっと、ごめんね。燃えてると、あ、使った？大丈夫です。大丈夫です。燃えてる途中で、この竹の筒を上げちゃうと、空気がぶわって入るから、いっぺんに煽られたようになって、余計熱感が出ます。それでしっかりこれ押さえて、次のでだん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 こうやってやってるうちに発石が出てくれば、これ毛細血管、痛み、今は発石が出てますよね。毛細血管が今、動いてきたっていうことで、皮膚が湿ってきます。毛細血管が動いて皮膚が発汗してくればやめていい。でも最初の、まあ、全然お灸なんかやったことない患者さんが来た場合には3層ぐらいでもう1回目はやめといた方がいいですね。であんまり1回目にサービスして5層も6層も やっちゃうと失敗することがあるんですね。要するにお灸疲れみたいなものが出ちゃって、こんな感じでやる。それで面言とまでいかないんだけれども、お灸疲れみたいなのがかなり出ますよね。だからこれが筋替えのお灸っていう昔からやってるやり方ですね。こんな感じで、しょっちゅうこれをこういうふうにやったり、こういうふうにやったり、指を動かしてみる。まあこんな感じで、この人の場合は非常に毛細血管 の動きがいいんで、赤くなってこれが発汗してますね。でこう触ってみると分かるんですけど、こうぬるってこう発汗してます。これでこれでもう効いてます。だから水ぶくれ作ったりバリバリ焼く必要はないってことです。これかなりもう柔らかくなっちゃってふにゃふにゃになってますね。硬いところはふにゃふにゃになるし、柔らかくてこう拒否しているところは上がってくると。でそれがまあなんていうか刺激量の目安になるわけですよ。硬いところは柔らかくなる。で弱いところは強くなってくる。ピンとしてくる。そういうふうにしてやってます。だけど最初の患者さんっていうのは大体3層でやめちゃいます。
酸素誤差ってやってもいいんだけれども何が起こるか分かんないから怖いので、まあ酸素ぐらいにして、で気持ちいいかって言って、まあ、気持ちいいって言ったらじゃあこの時にまたやりましょうっていうので3日後5日後1週間後っていうふうにやっていきます。お腹の場合はですね、あのやっぱり触診で決めるんですけれども、大体もうこれは時計回りですね。で触診も時計回りに僕は行きます。だから時計回りか正中線の触診ですよね。だからこういうふうに触診していきます。でこれまあ簡単にこうやって押さえてるんですけど、1回ぐらいこうやって押さえたんじゃよくわからないんですね。で3遍ぐらいこう押さえるとよくわかる。だからこう2回目今やってます。でこれ3回目、いや2、はい、まだ2回目ですけど、ぐりって時計回りで、これで何見てるかっていうと、硬いところと柔らかいところを見てる。で硬いところっていうのは今3回目だからもうだいぶ分かってきて、この辺がちょっと硬いんですよ。で印つけますね。それでここですね、ここ。それからこれここら辺もちょっと硬いですね。グリグリして。これ一つ。からこの人はあんまりこう拒してないんですけれども、こっちは拒してますね。それでこっちはそんなに拒してない。で同じお腹なのに硬いところとこことここでは。こっちはこんなに入っちゃう。でこっちはまだしっかりしてる。こっちの方はこれだけ入る。だからこれはやっぱりちょっと同じ場所なのに、こっちはそんなに入らない。こっちはぐいぐい入っちゃう。でこれ両方取ってこいつをバランスしてやろうっていう考えるんですね。でここは硬いところ硬いところ、こっちはちょっとこう柔らかいところ、こっちはまあ普通だと。でこれバランスしてみようっていうので今4点取った。でこの場合だとやっぱり上から下時計回りってこの順番でいきますね。こういうふうにぐる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 回ってせる。それでこの場合だと何を目安にしてるかっていうと、やっぱり皮膚の色の違いを目安にしてることもあるし、それからこの弱いところがこう張ってきて上がってくるっていうね、そこの感触も目安になるから。で別に今のところはあの経絡とか考えてないんですけれども、後でこうやってツボを拾ったツボを見てみると、ああどの経絡に近いなっていうのが分かってくるんですね。で背中の輸血を見て呼吸の燃えかすを見てると、このツボとこのツボとこのツボっていうふうに見てると、ああこれはやっぱり腎が弱いんだとか脾が弱いんだとか、ツボから経絡の方に入っの診断になっていくことがあります。だから今はこのなんていうかね、こう触診だけで決めてるんですけれども、で紐をやっぱりこういうふうに置いてこれ引っ張るだけです。こうやってで一つ分つまんで立てますよね。でちょっと暗いからね、目が慣れないで、こういうことだからこれだけだとちょっとやりづらくて、こう手をいつもスイッチしてこう変えてますね、指を。で今はゆっくりですね。1層目、いや1層目は早めに消してます。で2層目ぐらいになってくると少し早めに行きますね。それで今見てるのはこいつが上がってくるかどうか見てる。こいつが上がってくればいいな。それからここが硬い、これが柔らかくなってくればいいな、そういう感じで今見てます。でこのプレッシャーを
圧迫するね、プレッシャーが教えてくれるから、あ、まあこれちょうどいいぐらいにこう柔らかくなって、ちょうどいいぐらいにこれ盛り上がってくればいいなと思って今やってます。だんだんこう3つも4つもいっぺんにつけられるようになります。これ結構早いですよ、慣れちゃうと。いや、呼吸が、今2ついっぺんにつけてますけど、こういうこと、これ危ないです。これ2ついっぺんについてます、ね、あ、ごめんなさい、ちょっと遅くなっちゃった。で、上手になるとこっちの手でひねりながらいけますね。紐でなくても、もぐさの紐でなくてもこれでひねりながらいけますけど、やっぱり紐を使った方が簡単で早いですよね。で、もっと上手になると、ここにもぐさをいっぱい入れといてバン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 やることありますね。そういう時は20層30層って多層級をやる時は、ここにもぐさを入れといてバン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 出してやること。まあこんな感じで、こいつとこいつが同じぐらいになったなっていうところでやめようと。これが硬いのは少し緩んだ、もうちょっと硬い、もう一つやって、で、そういう感じでもぐさの刺激量をちょっと調節してます。で、あんまり頭使ってない、で、手の感覚ばっかりでやってます。で、やっぱりこの方はすごく毛細血管の動きがいいんですね。だからすぐこう発汗してきて、この皮膚が柔らかくなって毛細血管が動いてるのがよくわかりますね、うん、これが一つのなんていうか、効いてるか効いてないか。それでこれ全然柔らかくなってこない人もいます。で、冷たいんですね、触ってみると。冷たくても温まらない、そういう人がいるんです。で、そういう人は必ず薬たくさん飲んでます、ね、で、一番悪いのは、ホルモン、女の人の女性ホルモンとか、そういうステロイドとかたくさんやってる人は体が冷えちゃって、全然お灸やってもこれが出てこないんです。この人はきれいに出てきてますよね。で、それで女性ホルモンなんか10年も飲んでる人はおそらく5倍ぐらい時間をかけないと体が温まってきませんね。今までそういうことを経験してるんですけど、どうですか、大丈夫ですか。なんか質問があれば。すいません、はい、竹筒で今先生押さえたんですよね、はい、時間は大体どのくらいなんですか。まず火をつけますよね、はい、で、半分ぐらいいくと押さえるんですよ、はい、それで押さえてると次のやつに火をつけるんです。で、また次のやつが半分ぐらいいったらこう押さえるんですね、はい、だから別に決まってないんですけど、1個目を半分で押さえといて、じっと押さえておきますよね、はい、それで押さえてる間に次のやつに火をつけますよね。これが半分ぐらいまで燃えたらこれを移動するんですよ。その時はもうこっち消えてます。あ、分かりました。どうもすいません、ありがとうございました。だからゆっくり やったら最初はゆっくり、ちょっとゆっくりやれば必ずこっち消えてますよね。こっち移動する時には必ずこっちが消えてます。それで途中でこう消えてないのにパッと上げると空気がバッてきますから、バッて温度が上がるんです。
そうするとものすごく暑いです、ね、普通のお灸より暑くなりますから、絶対に完全に消えるまでこうしっかり押さえておく。でその押さえておく圧力が気持ちのいい圧力じゃないと、指圧しているような気持ちで、気持ちのいい圧力で押さえておく。そうすると患者さんは熱と指圧が一遍にみたいな感じになってくるわけです。とっても具合がいい。で沢田流の、沢田先生なんか結構大きなやつを燃やしたんじゃないかと思うんですね。だからとってもよく効いたと思うんですけどね。でもそれは今現代 の、 患者さんにはできないですね。で特に外国なんかでそれやると訴えられたりして、裁判になったりするんですね。で水膨れなんかバンバン作っちゃうと、そういうことがあるから、やっぱり現代向きにちょっと変えなきゃダメですね、大きいもので。と思って、まあ、これでやってます。何か質問。先生、すいません。先ほど火が消えたらとおっしゃったんですが、どうして火が消えるのが分かるんですか？だから時間差があるから、結局、これを押さえてる間に次のをつけるわけですよね。で次のをつけて、その次のが半分ぐらいいけば、こっちはもう半分ぐらい燃えて消えちゃってるんですよ。でその時間差は自分でタイミングを見つけるしかないから、とにかく最初自分で練習するときは、まあ半分で抑えて、例えば 1,2,3,4,5 と数えて、開けたときに燃えてたら次は6まで数えようっていうふうにして、自分でちょっとタイミングを測るしかないんですよ。ね、ぜひ、はい、患者さんに何箇所ぐらいのお灸を基本としておろすわけですか？例えばこの病気、この患者さんには、膝が悪いと、腰が悪いと、はい、頭も悪いという時に予計するのか、はい、または制限を設けて20箇所以下にするとか、そういうなんか基準というのもあります？一応あるんです。それで結局一番大切なのは、一番初めての患者さんにたくさんやるなということはもうあるんですよね。で初めての人にたくさんやると慣れてないから急当たり起こしちゃうことがあるんですよ。でだるくなっちゃったりね、だるくなるぐらいならそれは 2,3 日したら治るんですけど、寝られなくなっちゃったとか、興奮しちゃって寝られなくなったとかね、頭がこうカッカしちゃったとか、そういうのが出るから、まあ初めての患者さんで普通の体力の人ならば、まあそれと本当に全身治療が必要か、全身治療が必要じゃないかっていうこともあるから、全身治療をやる人はお腹、手足、背中、腰とか、背中、膀胱系の背部のツボとか取りますよね。で全身治療は沢田流っていうのが基本になってますから、全身やるんですけれども、そうするとすごい量になる。で例えば沢田流の基本ポイントは明日やりますけれども、もう一回復習しますけれども、11ポイントか12ポイントあるんですね。でそれを全部それ3層ずつやったらえらい数になっちゃうんですよね。40層ぐらいになっちゃうんですね。でそれでもう刺激オーバーになって気持ち悪いとかいう人も出てきますから、初めての人はとにかく落とすことですね。それから初めての人はなるべく対症治療をやること。お灸っていうのはもともと痛って痛い痛を持って湯となすって言ってるんですよ。で痛いところが治療穴だよって言ってる。それで痛いところをまずやる。で痛いところ、膝が痛いって言えば膝だけやっとくし、その時に脈を見て脈が足りないとか、お腹見てお腹がベコベコだとかいう時はお腹も中間と機械ぐらい据えとく。でそういうことで、それから急性症の場合は、僕は急性症の場合はとにかく急性症を変える治療
をまずやります。でその後に本受法みたいな全身治療をやるんですけど、急性症で普通の体力だったら本受法はもう省いちゃう。でその対症治療だけやります。で対症治療がものすごく痛い場合には道場を増やします。原則的に痛いところは痛くなくなるまでやれって言うんですよ。で痛くないところとか感覚の鈍いところは感覚が出てきて痛みが出てくるまでやれというのが原則なんです。だから急性症の場合は痛ければ痛くなる、痛みが取れるまで、例えば20層30層ってやる。で圧点ですね、圧点に20層30層だから、まあだけど初めて来た人にね、いっぺんにそういう治療をしては何が起こるかわからないから あれですけれども、慣れてきて例えばがん患者でも相当進んでるがんなんかの人は全身治療で15ポイントぐらい取ります。それで15ポイントだけれども小さいのを3層ずつにします。で全身やります。そういう取り方、それから急性症で体力のある人は20層でも30層でもいい、痛点にどんどん吸いちゃうっていうふうにやってます。で、刺激療っていうのはもう本当にこれすごい大切なことなんですけれども、昔から言うのは針とお灸っていうのはこう絡み合ってるっていうんですよ。でこう縄を縫うときにこういうふうに縄をこう絡ませてこう縫っていくんだけど、針と灸っていうのはこうあざなえる縄のごとしって言ってこう針灸っていう、針と呼吸は、まあ、一緒になってるんですね。両方で、まあ、陰と陽ですね。で、呼吸はやっぱり陽だ、で針は陰だというふうにしてもいいし、針は急性症で呼吸は慢性症だというふうにしてもいいし、だけどこれは絶対にですね、僕の考えは両方やった方がよく効く。それで針だけでダメな時は必ずお灸を加えるとちょっと症状が良くなってきます。でお灸だけでダメな時は針を加える。で基本的にな治療というのは僕の場合はまず針をやってみるんですよ。で針をやってみてどうもこれのなんか残ってるなという、よくならんなという時にはお灸で攻めるんです。だから2段階やる。そうすると針とお灸が組み合わせになって面白い、もっとなんていうかね、両方でこう励まし合っていい効果を出すようなところがあるんですね。でその場合だと針もお灸も両方やると絡み刺激量が増えるから、針は朝針でさーっと痛いところをパパパパッとやっちゃう。そうするとなんていうかね、見せかけの症状っていうのがあって、ついでに痛くなってるところがあるんですね。ここが痛い痛いって来てもどこが痛いのか分からなくて、あちこち痛いって言うのね。あちこち痛いはどこか分からない。本当のだからツボを探すときにピタッて一発で探し出せればお灸でそこをバンバンやっちゃえばいいんですけれども、できないから針でさっさっさっさと三振みたいなことをして散らしちゃうと見せかけの症状が消えることがある。それからもう一回触診し直すと今度本当に痛いところが浮き上がっていくことがあるんです。でそこをお灸で攻めると、その時はお灸をバンバンやるか、お灸が嫌な人は針で深く刺してバッてやっちゃうか、まあ、あまり自信もないもので、とにかく針で一発で効かせるかって、そういうことをやるとだから2段階で、僕はこれを地ならしって言って、まず地ならししちゃうって、で地ならししてから凸凹をもう一回拾い出してそこをバンってやるっていうふうにやってるんですけどね。でそういう戦法っていうかね、そういう流れでやることが大体多いですね。こんな感じで
やはり呼吸っていうのは絶対に効き方が違います。で、呼吸のツボっていうのがあるし、針のツボっていうのがある。で、指導先生は針のツボがうまいんですけど、僕は呼吸のツボを呼吸のツボをたくさん使うことが多い。で、針のツボは針がよく効く、で、呼吸のツボは呼吸がよく効く、よく組み合わせてやるというようなことで効果がグッと良くなると思っている。で、針の刺激っていうのは金属と体の体液の接触か皮膚の接触ですよね。だから金属イオンだと思うんです。金属イオンと、体のその組織とが反応を起こすんじゃないかと。電気的反応が起きてるんじゃないかと。でそれが経絡とか、経絡じゃなくても細胞の方を活発にしたり、血管運動を活発にしたりするんですけれども、呼吸の場合はそう全くそうじゃなくて、熱ですから、熱プラス火傷っていう刺激です。火傷っていうのは急性炎症とか急性皮膚炎を作ってるわけですよ、わざと。で、急性皮膚炎を作ればどれだけ免疫が活性化するか、これすごいんですよ。バイ菌っていうのは皮膚から入ってくるんですね。切り傷からバイ菌入ってきますよね。で、急性炎症を皮膚に作っちゃうと、免疫系っていうのはいっぺんにバーンって防衛しようとしますね、体を。それでガーッて T 細胞とか B 細胞が出てきます。で、どんどん続けてると、やっぱり白血球が、何倍になったかな、とにかく白血球がどんどん増えてきます。で、白血球を増やすのは免疫が体を守ろうという反応だから、呼吸の反応とその針の反応っていうのは全く違うもんだから、これ2つ組み合わせちゃうとすごい効果が出るということですね。でも2つ組み合わせると刺激量がグッと上がりますから、患者さんが疲れちゃったり、綿言みたいなものが出て、綿言を出すと怖がって来なくなっちゃうんですね。それで綿言出すなって出さない、ギリギリのところでやめるのが一番いいんじゃないかと思うんですけれども、ついついこうやりすぎちゃって綿言出しちゃうこともある。でも大体3日から1週間ぐらいで消えますね、綿言っていうのは。で、消えた時にはグッと良くなってますから、それを前もって説明しとかないとダメ。これ消えますから、消えたらものすごく良くなりますよって言っとかないとダメですね。すまん、そんなとこです。じゃあ、あとちょっと時間が。そうですね、あと10分。で、今ちょっといろんなお灸をするんですが、上半身の疾患っていうのは僕は座ってやることが多いんです。例えば首が痛いとか肩が痛いとか、そういうのは座って治療することが多いですね。で、座って針すると、それこそ血圧が下がってめまいを起こす人がいるんですね。で、だけどお灸の場合は座ってできる。お灸座って肩に据えても起きない。で、針の場合をに座ってやると、めまいして倒れる人がいる。で、これ僕は何回も経験したんですけれども、だから針はできないけれどもお灸は座ってできる。それで、なんで座ってやるかっていうと、うつ伏せになったり横向けになってると、やっぱりこう角度から体勢が変わるからツボが取りにくいんですね。で、座ってこうやってやると自然にツボが取れちゃう。まず痛いところを簡単にこう探せる。だからそうなると、どんな角度でも呼吸しなくちゃいけなくなっちゃうんですね。
例えばここをやるときにはここにモグサを置いてこういう角度でやられてで、クリーム使うとペタッてモグサが簡単につくしこれでキュッと押さえる。その時にやっぱりこれだけじゃダメでこういう持ち方をしたりまあこういう持ち方したりいろんな持ち方をするんですけどそれ今やっています。それから百恵なんかはよく使うんです。で百恵はもう 寝転がってやることが多いけども座っても百恵やることはないですね。百恵なんか寝転がってやっていますね。それから顔なんかやるときはよく女の人で顔にちょっと色ができたから取ってくれっていう人がいるんですよ。でそれは顔をあこう仰向けになって寝てやりますもんね。でそういうときは顔なんかやるときはものすごく気をつけないとこれ肺がちょっと目に入っちゃうと思う。目がポトッと肺が入っちゃうと思う。目がダメになっちゃう。で顔をやるときは必ずこういう布を使ってここにこう置いて隠しちゃってから顔をやる。で目だけは気をつけないとダメです。お灸はどこやっても構わないけど目だけはお灸できない。目ん玉だけはできない。で今デモンストレーションで誰か肩の痛い人とかまあ、首痛いと人とかおられますか、はい、やってみますか、はい、もうそこを見るとやっぱり両方から押すとこれ硬いですね。とここから行きましょう。ここ硬くて圧痛点があるところですね。でこれは東洋針なんかでよく東洋針の人はここナソって言ってるんですけど、これナソのポイント、これも硬いですね。で尺八筋の付け根みたいなところですね。でこうやって触るときに両方同じポイントを同じ圧力でやると比較できていいですけど、これとこれは両方硬いんですよ。こっちの方がちょっと硬いかもわかんないですね。こっちもやっときますね。でこうやってどんどん普通は取りますけれど、まあ急性症の場合はこれでいいですね。どんどん痛いところを押さえていけばいい。それから天板のところもこれはちょっといやらしいですね、まあ、こんなところですね。それからこれ背景ですけど、背景のこの大胸筋のど真ん中、これもいやらしいですね。こんなとこがこの人のこっちは大丈夫、こっちは大丈夫ということで、あとこの人は少しこう汗かいてちょっとのぼせみたいなのが起きてから、本当は本治法みたいに体全身やるんだったら足が冷えてんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとそれ明日そういう全身治療これもやっといた方がいいかな、ねね、これ今圧痛点だけですけれども、だからこれはもう対症療法で、本治法なし対症療法で、これだけでもう肩楽になりますけれども、本当だったらなんか足の三里かなんかに7層か10層やってちょっとのぼせ下げたいような感じですね。で今とりあえずこれやろうか、うん、これがいいね。これ上からいきますね。そうするとこれやっぱりこういう手つきでやらないとちょっとこれモグサが大きいんですよ。それでこっちを押さえてる間にこっちを火をつけて、こっちに移った時にはもうこっちが消えてるっていうか、ちょっと大きいですからゆっくり
移動しますね。移動して、移動してる間に次の糸もこっち消えてますから、こっちが半分ぐらいでまた移動して、それで時間差を利用してやってるから、もうこっち消えちゃってますから、こっち移動するという。で、今僕はこう、あ、今重なるからこういうふうにこっちに変えますけど、これ片手でやってるわけです。で、またこっちに戻して、で、結構これでやると割と早く、お灸が割と早くこう、なんていうか、いきますね。あ、ここ忘れましたけど、まあちょっとこれデモンストレーションだから勘弁。これで3層ずつやったんですけど、3層でいいね。とりあえずデモンストレーションで、こういう、あの肩とかいう時にはこのくらいのお灸をやってます。暑かったですか？それで時間なので、地蔵先生にバトンタッチしますけど、また明日あのこれのもうちょっと治療のもうちょっと手の込んだ治療をやります。水田先生ありがとうございました。